24時間テレビ思い、羽生結弦24時間テレビスペシャルアイスショー。16歳の時、宮城県仙台市で東日本大震災を経験した羽生結弦、近くの学校で避難生活を送った。自分が今できることとは何か、以来幾度となく被災地を訪れ、人々の思いに寄り添ってきた。震災から10年、被災地への思いを込めて、たくさんの方に支えられて僕は滑ってるんだなって強く思っているので、皆さんの力とエネルギーみたいなものと一緒に滑りたいなって思ってます。コロナ禍で行う特別なアイスショー、今届けたい思いとは。笑えなかったり苦しい時だったりたくさんあるんですけど、前を向いて一歩ずつ歩いていこうっていう思いが届けばいいなっていうふうに思って。羽生結弦スペシャルアイスショーは22日日曜放送予定。24時間テレビ思い、羽生結弦24時間テレビスペシャルアイスショー。16歳の時、宮城県仙台市で東日本大震災を経験した羽生結弦、近くの学校で避難生活を送った。自分が今できることとは何か、以来幾度となく被災地を訪れ、人々の思いに寄り添ってきた。震災から10年、被災地への思いを込めて、たくさんの方に支えられて僕は滑ってるんだなって強く思っているので、皆さんの力とエネルギーみたいなものと一緒に滑りたいなって思ってます。コロナ禍で行う特別なアイスショー、今届けたい思いとは。笑えなかったり苦しい時だったりたくさんあるんですけど、前を向いて一歩ずつ歩いていこうっていう思いが届けばいいなっていうふうに思って。羽生結弦スペシャルアイスショーは22日日曜放送予定。